視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は、西武山口線乗ってみたいと思います。西武遊園地駅を出発して遊園地西駅に停まります。西駅を出ると今度はですね、右側にゴルフ場があります。で、左側が多摩湖になってます。終点の、西武球場前駅に、到着します。そこをね、乗ってみたいと思います。ここは西武遊園地駅です。でそろそろ、多摩湖に近いところ、多摩湖駅に、改名されるそうです。ホームの奥の方にね、レオライナーがそろそろやってきます。ではね、乗ってみたいと思います。子供を出しにして、前面展望をちょっと録画してみたいと思います。はい、このトンネルの上は、西武遊園地になってます。遊園地の下を、くぐり抜けて走っていきます。山口線っていうとやっぱりね、あっちの山口線を思い浮かびますよね。あっちはね、単線で非電化なんで SL が走ってますね。でこちらの山口線も、単線なんですけれども、電化されてます。そして、昔ね SL 走ってましたけど、今は最新型の VVVM の電車が走ってます。遊園地西駅に到着しました。まあ、この駅はね、埼玉県の最南端の駅になっております。この辺まではね、周囲に住宅地もあって、レオライナーも、通勤通学にね利用されてますね。西武遊園地の辺りはね、結構リゾートっぽい雰囲気がしてますね。昔のね、堤社長が、開発しただけあって、かなりすごい感じのリゾート施設になってます。まあ、小さい軽井沢っていったところでしょうか。はい、遊園地西駅を出発すると、今度はね、西武園ゴルフ場と、県道の間を走っていきます。まあ、くねくねしてるのは、多摩湖の湖岸がね、沿って蛇行してるからなんですね。出発してすぐに三角形の橋が見えますね。で、遊園地西駅をね、出てね、左側に進むと、橋を渡ればね、菊水亭というところに、行けます。菊水亭の入り口にね、つながってます。はい、菊水亭の、最上階のレストランで天外店っていうところがあって、そこから、中華料理を食べながら多摩湖が、見えます。で、結構ね、景色が良くて、かなりいいレストランになっております。少しね、走っていくと、右側に西武園ゴルフ場というのが、見えてきます。遊園地西駅の近くにクラブハウスがあって、そこにね、そこからスタートできます。で、コースは、18ホールで、パーが71だそうです。土日はね、西武のピースクラブの会員だったら、土日2万円くらいですね。あとはね、平日は1万2000円とか1万7000円くらいかな、そのぐらいでできます。橋中峰信号場に来ました。野球があるときはね、上りと下りでここですれ違うようになっています。信号場のところにね、上りと下りと両方信号機がついてますね。これはすごい安全にすごい配慮して作られてますね。ちゃんとね、アスファルトのコンクリートのところに、ATS がちゃんと埋められてますね。地上紙側の方がちゃんとあります。あるのが見えます。
球の開催時にはレオライナーの中で西武ライオンズの応援歌ホエロライオンズの音楽が、ね、流れるみたいですね。右側のゴルフ場からゴルフボールが飛んでくることは今のところなさそうですね。まあ、ゴルフボールがね飛んでくるときはパーって言うんですよ。今乗っているレオライナーの前にはね、あのおとぎ列車とかおとぎ電車って呼ばれていた時の、まあ、山口線っていうのがあって、ちょうどね隣あたりを走ってたみたいですね。で、新しいこのアスファルトの電車を新しく横に作ったっていう形になります。結構周りがあの緑に囲まれてて、あの天気のいい日にこのレオライナーに乗ったらすごい最高の日ですね。これはすごい隠れたリゾート地っていう感じですね。西武ドームが見えてきました。あの木のねあの間に見えるのがあのシルバーのやつが白っぽいやつか、あれが西武ドームです。左側にね県道が見えます。ここの県道は結構くねくねしてまして、であのはみ出ないようにキャッツアイがあの車の幅ギリギリにあの埋まっていて、そのキャッツアイを踏まないように走るのがねあの有名なあの道になってます。西武ドームの真横を走ってます、西武ドームがねすごいでかいですね。西武ドームのテニスコートが見えてきました。レオライナーの車庫です。1編成止まってるのが見えます。あと緑の建物の中にも1編成入ってたような感じです。なんか整備してるのかな。西武狭山線が見えてきました。あのホームがねたくさんあってホームが広くて野球の時にはあのいっぱい人がね運べるようになってます。西武球場前駅に到着しました。西武山口線レオライナーをね全部、乗ってみました。だいたい8分ぐらいで乗れますね。で、だいたい地図で見るとこんな感じなところを走ってきたわけです。西武球場前駅の、ホームからレオライナーが来るのを見てみましょう。さっきは、車内から見た景色が見えました。昼間で、結構セミがね鳴き始めてますね。ミンミンってすごいですね。ということで、西武球場前駅の改札を出てみましょう。で西武ドームがねどんな風になってるかを見てみたいと思います。ここの通路は左側通行でした。ちょっと気をつけないと危なかった。
で西武ドームが、見えますね。結構ドームがねついててびっくりです。あとは、やっぱりね西武球場前駅はやっぱりあのまだ野球がね無観客試合っていうのをやってるんで人があんまりないですね。はい、またね、観客として入ってよくなったら見に行きたいと思います。西武狭山線の方は、池袋線から直通してきた、スマイルトレインがねやってきました。はい、このスマイルトレインはね結構なんか可愛らしいデザインが、かなりいいですね。昔はねあっちの方にあのユネスコ村っていうのがあったんですね、まあ、そこにね遊びに行ったのを覚えてますね。今は西武ドームじゃなくてメットライフドームっていうのが正式名称らしいですね。ということでこんな感じでした。ということでご視聴ありがとうございました。